炭素中立を実現するための建築エネルギー利用の最適化とサイバー原発の構築。なぜ建築エネルギー使用の最適化が必要なのですか？エネルギー使用予算を無駄にしています。電気エネルギーの使用を無駄にしています。温室効果ガス排出を無駄にしています。エネルギー使用量の 30% を節約できれば。こんにちは。炭素中立を実現する建築エネルギー使用最適化、ベオップです。我々が解決しなければならない炭素中立の最大の領域、建築物。建築物で使用するエネルギーを最適化利用できるように分析、エネルギー使用最適化を管理支援し、温室効果ガス削減計画の策定を支援します。建築物はエネルギー使用の最適化を達成できず、温室効果ガス排出を無駄にしている状態であり、ベオップ適用建築物は予算 20.65% 削減、電気 32.82% 削減、温室効果ガス 18.24% 削減しました。ビルディングエナジーオプティマイゼーションを体験してみましたか？カーボンニュートラルを実現するための建築エネルギーの最適化は必須です。ビルディングエナジーオプティマイゼーションによる CNPP、サイバー原発、構築を共にしたい。